ロート製薬公式 YouTuber の根本聖心です。弟の音です。さあ今日やる企画は僕が考える理想のバレンタインデー、音の妄想恋愛クイズ。イエーイ。は？え？いや、どういうこと？音の妄想恋愛クイズ。妄想？やばくない？いや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 、弟やばくない？いやいやいや、まあね、僕はバレンタインデーに家族以外からチョコをもらったことがない。え、ないの？いや違う違う、あのいっぱいもらってるんだよ。違う、いっぱいもらってるんだけど、まあ毎年理想のバレンタインデーを脳内でシミュレーションしてるんですやばい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 。いや、やばくないよ。いや、男ならみんなするよ。うわ、するんだやっぱ。そうだから、まあ、今回は妄想恋愛クイズと題して、うん、僕の理想のバレンタインデーを紹介しますただでも紹介するだけじゃね、物足りないよねってことで姉ちゃんに、はい、妄想の展開を予想してもらうっていう。いや、何企画です。いや、ちょっと意味わからないんだけど。いや勝手に語ってくださいって感じ。いや、でも動画にしなくていいんじゃないって。いや、もうこれはチャンネル史上一番盛り上がる企画だから、間違いない。いや、まあそういうのならちょっと見ないとわかりませんが、ね、もう、まあ、私が展開を予想したらいいんだね。そうそう、オッケーオッケー。もうね、皆さん待ちきれないと思うんで、うん、もう早速1問目いってみますはい、行ってみよう。バレンタインデーチョコを選ぶ基準はコスパ。じゃあ1問目。バレンタインデー当日、俺は部活の練習を終え部室に戻ろうとしていた。ふと校門の方を見ると、そこには学年のマドンナ A 子ちゃんの姿が。状況を察した俺はあえてゆっくり帰り支度をして他のチームメイトを先に帰らせた。その後遅れて学校を出ようとすると、案の定 A 子ちゃんはまだ校門の前に立っていた。何食わぬ顔で前を通り過ぎようとする俺。その時 A 子ちゃんに呼び止められた。おとくん、練習お疲れ。俺はクールに対応する。おう、どうした、帰らないのか。 A 子ちゃんはカバンから小さな包みを取り出して俺に渡してきた。その中身は、そう、チョコレート。思わず笑みがこぼれてしまう俺。あ、ありがとう。さて、ここで問題です。この時 A 子ちゃんは何と言ったでしょう。確認なんだけど、これ妄想だよね。もちろん、すべて僕の脳内で作られたものです。怖い怖い怖い。鳥肌が途中からすごかった。さあさあさあ、A 子ちゃんが言った一言を予想してください。でもあれでしょ、音の理想の言葉なんでしょ。そう。いや、でもね、多分普通の答えじゃないと思うんだよな。いやいやいや、うん、そんなことはないでしょ。 A 子ちゃんがカバンから小さな中身を取り出しながら、そう、包みを取り出して、うん、まあ、俺にね、チョコレートを渡してきたんですよ。うん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 。さあどうですか、まとまりましたか。いや、なんか、まとまらない。シンプルな答えしか出てこない。いや、まあまあシンプルだよ。当然この答えだよ。当然この答え。うん、おー、わかった。はい、オッケー。はい、じゃあ答えてください。あの、シンプルにいきます。はい、お願いします。私の気持ちを精一杯込めて作ったよ。わかりました。はい、大好きです。わかりました。はい、それでは発表します。いや、もうちょっとごめん、シンプルにしか考えられなかった。いや、じゃあいくよ。うん、正解は、勘違いしないでよね、ギリチョコだからでした。あ、そっちか。え、ツンデレか。そうだよ。うわ、怖い。いや、姉ちゃん分かってないな。いや、ごめん、分かってないわ。いや、ごめん、分からん。わざわざ、わざわざ部活終わりの俺を待つくらいなんだよ。そうだね。ギリなわけないよ。あ、そうだね。ね、ギリなわけないけどね。でも、ギリって言っちゃうの。でもほら、うん、かわいいね。そう、でもほら、A子ちゃんってシャイな子じゃん。そう、だから照れ隠しに、あなたの妄想の中ではね、照れ隠しにギリチョコだぞってごまかすところが可愛いんだよ。ああ、そうね。いや、いいね。いいわこれ。あ、いいね。さあ盛り上がってきました。あ、では第2問。はい。それはバレンタインデーの1ヶ月前のこと。俺は図書館にいた。愛読書であるシェイクスピアの作品を手に取ろうとした時、偶然にも同じ本を取ろうとしていた B 子ちゃんと手がぶつかる。俺はごめんと言って本を彼女に譲った。 B 子ちゃんは同じクラスのおとなしい女子。あまり話したことはなかったけれど、その日以来 B 子ちゃんのことが気になっていた。そしてバレンタイン当日、靴箱を開けると一通の手紙が。差出人は B 子ちゃん。そこには、体育館裏で待ってますと綺麗な文字で書かれていた。さて、ここで問題です。この後、私、音が取った行動は何でしょう。
はー、なるほど。一つ質問なんですけれども。どうぞ。バレンタイン当日の朝だよね。その体育館裏で待ってますっていうのは朝に来てってこと？まあ放課後だよね。放課後？そうだよ。あー、なるほどね。シチュエーションとしては放課後でしょ。放課後か。行きますよ。あ、うん、もういいんですか？音の行動を答えるんだね。そう、俺の行動。じゃあお願いします。はい。放課後まで待てずにその子のクラスに行った。なるほど。いや、これちょっと近いんじゃない？え、待てないでしょ。待てなくて行ったんじゃないの？なるほどなるほど。あんた妄想の中では。じゃあ正解を発表しましょう。はい。正解は体育館裏に行かず帰った。え？でした。なんで？ん？なんで？いや、いや、そりゃね、俺も行きたかったよ。うん。でもあの時一緒に帰ってた友達に、うん、靴箱に入ってる手紙見られちゃってさ。で、茶化されちゃって。ちょっと待って、悲しい。茶化されちゃって結局行けなかったんだよね。いや、そ、いや、今思えば、今思えば、うん、周りの目なんて気にしなくてよかったんだけど、うん、妄想の中でしょ。その時はどうしても恥ずかしくて行けなかったの。いや、でもさ、すごく後悔してる。いや、もう本当に、でね、まあ、あのね、その後も、ビーコちゃんとは図書館裏で、あの、その後も、ビーコちゃんとは図書館で何度か顔を合わせたんだけど、うん、まあね、結局二人が結ばれることはなかったね。いや、もうビーコちゃんの気持ちを考えて、本当に。いや、もうそんなことしたら私本当に怒るからね。もう本当後悔してる、うん、今から行ってこいって。もうお尻、もう今からでも行きたいんだよ、うんうん、もうでももう遅いんだよね、はあ、妄想です。これは妄想です。じゃあ続いての問題いきますよ。いや、マジでちょっと今の音に幻滅したわ。3問目。バレンタインデー当日、部活が終わって家に帰り着いた俺は、玄関前に女の子が立っていることに気づく。そう、隣の家に住んでいる幼馴染のシーコだ。あ、ちょっと待って。シーコに出くわした。ちょっと待って。え、いや、いや、なに、邪魔しないでよ。やってるでしょ。ごめんごめん、幼馴染いないよね。え、いや、いるじゃん。隣の家に住んでて、親同士も仲良くてさ。うわー、ちょ、幼稚園からずっと一緒のやんちゃ娘いるじゃん。病院連れて行きます。どうぞ。もういいよ、わかった、わかったよ。もう幼馴染のシーコに出くわした俺はいつも通り声をかけた。どうしたんだよ、こんなところに突っ立って。シーコは珍しく伏し目がちで答える。別に、たまたま外をぶらついてただけだよ。あ、もしかして俺にチョコを渡したくて待ってたんじゃ。そんなわけないでしょ。ムキになるシーコ、その後真剣な表情になって語り出した。実は音に伝えたいことがあるの。さて問題です。この後私音は号泣してしまいます。一体なぜでしょう。泣くの？号泣？まあね、音が。待って、混乱。まあ、付け加えるとするならば、幼馴染いないし、シーコは実際にチョコを持ってきてなかったんです。いや、まあそう。しかし、そうなんだよね。それには理由があったんですよ、うん、理由がね。その理由を聞かされた時に僕は号泣してしまったわけなんですよね。わかり申した。わかり申した。わかり申したでござる。はい、いきますよ。お願いします。音と一緒にチョコを作りたくて待っていた。あー、なるほど。そうで、それを聞いた音がちょっと感動して。あ、でも待って、ムキになるんだよね。え、そういうことか。ちょっと待って、ちょっと待って。え、あ、まあいいや。そう、そう思いました、私は。なるほどなるほど、ありがとうございます。ひー、なんだ。正解はシーコがフランスに引っ越すことを聞いたからでした。ちょっと待って、それ私考えたんだよ。それ、海外に引っ越すとか、なんかどっかに引っ越すっていう選択肢。でもね、でもね、でもね、チョコは持ってこれるよね。いや、な、泣いてるの。え、シーコはね、いや、え、妄想だよね。昔からの夢であるパティシエになるべく、フランスで料理学校に通うことにしたんだよね。ああ、そうなの、ね、でもほら、シーコって一度決めたら頑固な子じゃん。いや、知らないし。だから、シーコの決意は揺るぎないものだったんだ。ああ、そうなんだね。それに気づいた俺は思わず号泣した。ああ、シーコも泣いてた、うん。そしてこう言ったんだ。フランスで頑張って勉強して、帰ってきたら最高のチョコレートを作る。だから、音が、私のお客さん第1号になってよねって。めっちゃいいお話だ。なんかこれめっちゃいいお話じゃないか。そこまでが答えだったのか。そうなんです。あー、そういうことか。ごめん、私の理由は
めっちゃ軽かったわ。浅はかだった。あなたの妄想に対して浅はかだった。すごい。さあ。いやもうさあじゃないわ。なんだこれは。いやなんだこれは。さあ。私は何を聞かされたんだお前に。というわけでクイズ結果は3問中0問正解ということで、こんなの無理だわ。残念な結果になってしまいましたね。おバカさん本当に。いや分からんし、結果を受けてどうですか。いや結果を受けてどうとか、いや何も嬉しくもないし、何も落ち込んでもないし、悲しくもないし。え、いやもう、え、いや私これ参加する意味あった。はぁ、いやはぁ、え、じゃそんなに言うなら姉ちゃんの理想のバレンタインのシチュエーションやってみてよ。あ、そうだった。いやちょっと待って、この流れは、分かった、やってあげる。やってみてよ、そんなに言うなら。やってやんよ。あー今日楽しかったね、牧場見学。取り立ての牛乳美味しかったな。ねえ今日何の日か知ってる？知ってるよね、だってずっとそうそうしてたもんね。はい、チョコ詰め合わせとパンシロン。いい持たれたらパンシロン飲んで全部食べてね。じゃあまた。バレンタインなめんな。ご視聴ありがとうございました。おすすめ動画を見ねばーと思った人はこちら、チャンネル登録をせねばーと思った人はこちら、 Twitter を見ねばーと思った人はこちらをチェックしてくださいね。ネバネバ言いすぎーと思った人はグッドボタンをよろしくお願いします。